お電話いただけたんですかね。あ、じゃあ一度出られてどうぞこちらに。あ、ごめん。はい、いえいえ、はい、お願いします。はい、またはい、もう一回ちょっと見るかもしれない。あ、どうぞどうぞ。まずおいくらぐらい必要とかいうことはあるんですか、その具体的に金額とか。一応、はい、車の修理代で15万払わなくちゃいけなくて、ちょっとクレジットカードも持ってないしお金も借りたくないから。っていうかあれはその車の保険に入ってないんですか。ちょっとまだ入ってなくて。入ってないのに当てたと。いや、あの車は故障しちゃって、うん、なんかオーバーヒートしちゃって、はあ、うん、そこでちょっとJAF 呼んでしちゃったんですよ、うん、それちょっとなんかいろいろ整えてから車に乗らせちょっと失敗しちゃった、うん、あ、そうか、すいません。じゃあ15万作ろうとしようわけ。そうです、頑張って。ちょっと待って、これあなたこれエルメスで買ったの。これ家にありました。家にありましたっていうかエルメスとして買ったの。いや、なんかもらったんですよエルメスを。いらないからみたいな。誰から。親の、うん、幼馴染。あ、残念ながらこれはねエルメスじゃないよ。え、エルメスもどきよ。エルメスもどき、うん、これエルメスじゃない。あ、そうなんですか、うん、え、これはあのねエルメスってねこんなゴワゴワした革まず使わんと、えー、うん、もうねいろいろ言い出したらもうエルメスじゃない。うわ、そうなんです。これは偽物ですか。これは大丈夫そうですよ。 あら、ちょっと待って、これも厳しいかな。あ、ちょっとね、こんなのがないじゃん、大体こんなんがないこれも違うみたいですよ。 あら、ちょっと待って、これさ、見る前から15万にはならないよ。いや、これめっちゃ本物かと思っちゃって、エルメスのやつ、それでね、ちょっとね、そのマイケル・コーズは若い方に人気が当たりとか言ったって、ちょっと15万にならんよ、ほら一応、あの、何ですかね、15万集めなくてもいいから、うん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 、まあそうなんやけどね。あとほら、これが止まってるでしょ。本当だ、うん、ね、ちょっと待って、その、あのお客様が必要な金額は分かりましたけども、うん、うちで値段つけれてですね、うん、マイケルコースは3000円ですよ、うんうん、でそれ時計止まってるマイケルコースなんですよ、はいはいはい、なので、うん、止まってるからもう1000円、うん、でもこれ一生懸命つけてます。あ、はい、はい、で、いや、時計さ1万円にもならないじゃないですか、こんな感じだったら。あ、これだけその スワロの、うん、ね、スワロのっていうことですよね、はいこれはじゃああれですね、その元々片方だけやったじゃなくて片方だけになってしまったんですね。あ、そうです。14金、18金よりも下回りますね、うん、いやだけんちょっと申し訳ないけど5000円しか出ないよ。あ、そうなんですね、うん、困りましたね。ちょっとなんか全然お役に立てそうにないんですが。あ、これめっちゃ本物かと思っちゃった。うん、だからあとはさ、はい、もうなんか
どんな形でもいいから18金のブレスレットとかネックレスとかも切れてても折れててもいいから、そんなのの方がよっぽどなりますよね。ないんですよね。そういうのやったらもうすぐなりますけどね。あ、そうなんですね。なぜ高いんで今。あ、そっか。うん、だけ例えば18金って、そうだけど18金やったら、例えばこれが、そしたら15万のためにはだから 20g ぐらいあればもうすぐなるわけですよ。 20g ぐらいのものとかだったら、ネックレスとかブレスレットとかだったら、なんかちょっとこう本当にそんなもう普通の何の変哲もない騎兵のブレストネックレスとかだったらもうすぐなりますよね。本当に有事の金ってもうこういうのも言うのかもしれないけど、そうなんです、わかりました。だから偽物はもう本当話にならないんですよ。だって、ね、だってね、偽物ってね、扱っちゃいけないんですよね。知的財産の侵害もね。めっちゃ本物かと思った。で、パッと見にね、はい、あのほら分からんやろってみんな思うかもしれないけど、もうね、こんな人見たらもうすぐ分かるけどね。そうそうそう、お金に換えられないんでしょ。あ、そうなんですね。そうで、ネットで売るとか言ったってね、後からほら本物ですがでもね、もうね、そのやり取りがね、まるで詐欺師になりますよね。あ、わかりました。あら、ちょ、ごめんなさいね、はい、なんかせっかくね、その大変なのでね、駆け込んで来られたら、ね、全然お役に立たなくて本当申し訳ないんですけど、え、なんか一応と思って、うん、ですね、ちょっと来てみました。すいません、なんか本当、あ、いや全然大丈夫です。こんな立て込んでらっしゃる時にあれですけど、もしうちを利用していただいて、はい、あのもうなんかうちの店がどんな感じだったかをもし入れていただいていけばありがたいです。いや、もうそんなご良い終わりじゃないでしょうから、あれかもしれませんけど、もし、はい、あれでしたら、はい、ありがとうございます。本物と思ってたエルメスが偽物でした、ショックでしたみたいな、ね、うん、まあまあまあね、ちょっとね、ショック与えてごめんなさい。いや、なんかね、はい、あの全てが明らかにしてしまう店なのでね、もうなんかね、あ、そうなんです ね、こういうのあんま来たことないから、うん、いや、そうだと思います。うん、ありがとうございます、はい、じゃないとなぜ本物の専門のをね、はっきりさせないと私たちも仕事にならんもんやけ。あ、ちょ、紙袋に入れていかれてください。あ、うん、だからあの、物は試しに、もしお時間があれば他の店でも相談されてください、はい、したらほら他のところが本物っていう可能性がないわけじゃないんで、うん、いやでも多分同じとは思いますけどね。あれ、物によってはね、はい、こう見解が違うなんていうものがあるんですよ。でもこれは多分同じ見解だと思います。はい、あの本物のを使って改造してるなんていう商品だと、意外とほらそれが本物だったりするからですね、うん、とかいうものだったりするんで、そういうものに関してはね、見解、取り扱うとか取り扱わないかみたいな見解が分かれるようなものあるんですけど、ちょっとそれではないようですね。あ、分かりました、ありがとうございます。あ、いえいえ、でもあの、事故を起こしたって言ってもね、もう怪我とかされなかったから良かったですね。あ、そうです、ね、車のトラブルですね。そうです、でも気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。いいえ、お役に立たなくてすみません。大丈夫です、ありがとうございます。